東京オリンピック・パラリンピック台湾生命推進機構協議会常任幹事、そして頑張れ日本全国行動委員会常任幹事、そして日本世論会代表の三輪和夫さんに演説お願いします。渋谷ハチ公前ご通行中の皆さん、皆さんは台湾に行かれたことがありますか？もしないとおっしゃる方はぜひ台湾に観光旅行行っていただきたいと思います。台湾に1回でも行けば本当に台湾が好きになります。世界の中で最も日本に対して親しみを持ってくれてる国が台湾なんです。本当に台湾へぜひ行ってください。素晴らしい、日本人に優しい国です。そして日本人に優しいだけでなく、先の東日本大震災では世界で一番援助の手を差し伸べてくれたのは台湾なんです。その前の阪神大震災の時もそうでした。本当に最も日本に、世界中の国の中で最も日本に親しみを持ってくれてる国が台湾です。その台湾がこの日本で東京で行われるオリンピックにもちろん参加をいたします。しかし皆さん、2020年の東京オリンピックの講習を見て、台湾は参加してないんじゃないかと思ってしまうんですね。なぜならば世界のオリンピックに参加する全ての国は、申し訳ないけど聞いたことがないような国でも堂々とその国の国名を掲げて参加するんです。ところが日本に最も親しみを感じてくれている台湾が、この日本で行われるオリンピックで台湾という名前で参加できないんですよ。台湾という名前で参加できないんですよ。これおかしいと思いませんか？じゃあどういう名前で参加するかというと、チャイニーズ・タイペイですよ。これはね、2つの意味でおかしいんです。1つはチャイニーズ・タイペイということは中国の台湾、台北、台湾は中国のもんだということを堂々と押し付けられてしまってるんですね。そしてもう一つおかしいのは、台湾の選手団というのは何も台北の人だけではありません。台湾中から参加しています。その人たちが全部台北ということでくくられてしまう。二重の意味でおかしいんですよ。そして何といっても、あの日本と最も親しい国台湾が、この東京で日本で行われるオリンピックに台湾という名前で参加できないなどという馬鹿げたことが行われようとしているんです。これは先のリオデジャネイロでも、その前のロンドンでも台湾は参加していますけども、チャイニーズ・タイペイという名前でしか参加できなかったんです。これはなぜか、台湾の人は誰もそんなことは望んでないんです。これは中国が金の力とさまざまな暴力で国際オリンピック委員会を籠絡し、その圧力で台湾という名前で参加させないと言ってるわけですね。こんな無法が許されますか？こんな国際的いじめが許されますか？渋谷をご通行中の皆さん、これは政治的な訴えではありません。当たり前のことです。本当に常識なんですよ。日本に一番親しい国台湾、そしてさまざまな時に一番援助の手を差し伸べてくれている国台湾が、この日本で行われるオリンピックで台湾という名前でありがとうございます参加できないなんて、こんなことを許していいんですか？普通の神経の持ち主で許していいんですか？こんな国際的いじめを絶対に許しちゃいけない。渋谷の皆さん、これは政治的な訴えではないんです。国際的いじめを許しちゃいけない、中国の暴力のもとに屈してはいけないという当然の訴えでございます。どうか皆さん署名をしていただきたいと思います。皆さんの心をこの署名にしたためていただきたいと思います。もし万が一中国の圧力で2020年台湾がチャイニーズ・タイペイという名前で参加をすることに仮になったとしても、それを許さなかった日本人がこれだけいるという証拠を示していただきたいと思います。そして皆さんお一人お一人も、この国際的いじめ、国際的な不正義を許さなかったという証拠をぜひ署名という格好で示していただきたいと思います。
世界で一番日本に親しさを感じてくれてる国、世界で一番親日的な国台湾、そして先の東日本大震災でも、あるいは阪神大震災でも、世界で一番援助の国を手を差し伸べてくれた台湾が、この日本で行われるオリンピックに台湾という名前で参加できないなどという誤報を許していいかどうか、渋谷をご通行中の皆さん、良識ある皆さん、ぜひぜひ考えてください。皆さんの一筆一筆が、皆さんが署名をするために、このドロドロした国際政治の中で爽やかな風が流れるんです。どうか中国の圧力に屈しない、中国の暴力に屈しない、本当に日本に一番親しい国台湾が、この日本で東京でできるオリンピックに台湾という名前で参加できるかどうかは皆様の手にかかっています。どうか署名をお願いをしたいと思います。絶対に国際政治の場でも正義はあるんだということを皆さんの手でお示しいただきたいと思います。今一生懸命署名をお願いをしております。どうかどうか署名をよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。